1991年の3月3日も日曜日で大安でしたしね。そういうこと私結構ね、目がこれ、まあ、言えば病気なんですね。まあいいんじゃない、悪いこと言わないんだね。何も大安にこだわって人さんの目がかかる、ね、だから分かるね。ん？私の考えだからね、それはもう、ご自由でございます。どこにいたの？はい、ありがとうございました。
ね、捨てました。はい、ね、で、完成的に来ましたかね、そうなんだよ。はい、特大になります。はい、どうもです。はい、どうぞ。はい。はい、特大です。はい、マグロ天にお作りになりますね。はい、はい。はい、どうぞ。はい、あ、ちょっと待ってください。片付けますんでね。ちょっと待ってくださいね。
そして、山本陽子さん、原発、こちらです。少しお待ちいただけますね。2500円ですね。はい。2500円お預かりです。これ半分です。こちらは行きます。こちら切っていいですか、はい、後ろびっくりしちゃいますが、あそこ感じがね、だけど僕で言わないよ、こちら2、3丁です、僕で言わないよ、大丈夫、あ、どうしたらどうされます、ぼんやりしますけどね、気はすぐ動かしますね、気はしっかりしていますよ、ちょっとわさびの木です、お塩酒蒸しですね、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、今日ね食べられた、はい、爆弾1個です、爆弾300円のイカ、イカ、イカ、まあ確かに容量よくね、さっき言ってみました、はい、さっきはやはり気をつけて危ない、どうでしょうか、いいですか、大きいですね、まあ、中にはね、偉そうに言ってね、おばあちゃんがいつもおいしきゃといってね、テラスの人がいますね、はい、すいません、テーブル4番さん、オーダー旬握り10種おさめるによかったから。お宅のお父さんに。
いいですか。はい、このビールになります。すみません、あと茶蒸し一つと茶蒸し一つね、入れていいですか。はい、マグロを3人か、煮干しマグロ、煮干しで、はい、で、イカは焼きイカの3ですね。生赤いですね。ダメでした。僕ね、あの時のガスが若干泡とかありにくいんですけど、若干うちのロスチューのそばのシワシワ感っていうか、フランスのそばにちょっと乗せてもらいます。はい、乗せてもらいます。はい、テーブル3番さおらです。
なんか怖い。ちょっと怖いですね。食べるのはないですね。とりあえずまず2番さん、あ、ごめん、3番さん、はい、いいよ。コカコラ、ワン。コカコラ？うん、ワン。コラ、はい。グラス変えましょうか？いや、このままで大丈夫。いいですか？2回戦でね。はい、2回戦ね。いいのかな？ワンプリーね、こういうことになるね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、コーラになります。はい、はい、はい。テーブル56番さん。はい、うん、これ、プラスは大丈夫。中に入ってくるので、気を使っていただいて。チャームシフタチお願いします。先ほどの天杯と言われて今度は私の思考開けるのがいいね。通話さ OK です。通話さ OK です。これは処女禅と言います。処女状態、処女の状態は欠けてないんです。上機嫌入ります。
ごちそうさまでした。毎度おきに。おはようございます。ありがとうございます。あ、そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。これ OK です。はい。はい、OK ですか。はい、これ OK です。はい。良くなったけど、もういっぱい。Thank you.
今日はひな祭りだね。本当やね。それに今日大変ですよ、マサさん。ね、余計な、うん、何年、34年前もね、同じ日曜日でね、下がってて、うん、覚えてたんですよ。すごいね。なんかそういうこと、私、子供の体温とかね。昨年は金曜日だったですよ、ね、だけど逆に、ね、土曜と重なったらね、あまり行ってこない、うん、なんか土曜と重なったら土曜日あんまりね、あんまり、うん、まあ出るとき出るけどね、比較的少ないね、なんか中途に混んでるでしょ、土曜ってね、もう金曜日か日曜日にしようかってね、消化が見比較的少ないというのがね、みんながね、もう週末あったかいしね、土日がお安い、じゃあ50円ね、うん、じゃあ残力の方が迷わないかな、昔のね、体調崩したのがたくさんになりますからね、まあ、今の規制が厳しくなりましたから、でもね、バスでもそうですね、ドライバーの人やね、全員が待つから、
ここだいたいまたゆっくりして今日も早く入ってないんだね。おかわり。はい。ハンバーグ。ハンバーグ一つとか二か。お会いしませんできて。はい、お会いしませんできて。今は入ってないんですか。上機嫌乗ったら機嫌直す。はい、これは入ってる。21班1丁3分です。はい、2丁ですね。はい、どうぞお母さんね。大阪梅田の地下センター。もうね、今日はピンク一色なんでね、ご覧の通り。次だから私入ります。こちらも。綺麗なとこあります。3月です。3月。この状態で私、まあ、くだらない顔ですけどね。
ね、随分とね、ゴーストタウンのような時がありましたからね。人はもう流れはやはり日曜日でひな祭りね、非常に多いですね。春の花ね。画面がありますね、こちらね。お腹いっぱいになりました。6210円でした。やはり今日少し桜さん少ない、確かに今日本当少ないです。確かに、はい、こちら綺麗なところね。いつならもう少し食べるんですよ。今日はね、今一つやはりね、邪魔物がたくさん、あのスマートフォンが綺麗にね撮影できないです。私から言えばね、他の方はねご自由になさればいいんですけどね。私スマートフォンでね撮る方は納得いきませんので、今日はピンク一色で、アルファ7センシティブで撮影しています。これは赤銀の桜色のね銀の、勝手に私ねされるの嫌なんで、ね、もうスマートなところかまずね、もう配慮すればねそれでいいですけどね、私は配慮してますよ。通行人なんかもうね、特定の人物いつまでも撮影しても、ね、通行人はねたくさんもういますからね。磯川の固定にしています。はい、長くさんなんとおパンチャウサギの怖い。ね、こういうとこワイドレンズが役に立ちます。小さいのでもね、いいです。やはりね、綺麗なものは綺麗にね、撮影する方がいい、いいですよ。夜でもね、私どこかで撮影してきました。いや、綺麗にね、暗いところで撮影できちゃう。それ人の感度が違いますから、センサーも違いますからね。それはもう無理です。確かにスマートフォンもね、今良くなりましたけどね。むやみにね、感度上げますとね、やはり画像荒れますね。通行にはね、もうそれ入りますよ。私登場です。
背が少ないしょうがないですよね。それでもこの方が、ね、1メート80ぐらいあるでしょ。私より高いでしょ、これは。冬を通り越しましたよね。ほとんどがスマートフォンです。カメラの携帯を普及する前はね、撮影なんの無理ゲチされている方いますね。私はもう撮影はねしますけどね、何も僕が撮っていいんでね。こんな感じで、ね、春の花にね、春の花、ね、私も花まもなく咲きますよ。やはりこれ商売ですか。ちぃもうこれのめりでも何500円、ゆずめだね。あ、まだですね、先ですよ。倍のスピードがいいって、倍のスピードは私よく考えるとね、30フレームに30のスピードね、30分の1だと、なんか角つきますからね、まあ、これ私の撮り方ね。できますけどね、できますけど、そこはやはり綺麗だ、画像は綺麗、そうした方がいいんだ。邪魔の入りますけど、それはもう無理だ、無理だ。